こちらは宮城阿蘇次郎こと駒沢次郎左衛門です。大内家の重臣で叔父の養子となりまして、駒沢次郎左衛門と名前を変更改名しております。京都で儒学を学んでいた時に宇治川の蛍狩りでみゆきと出会います。続きまして、その左隣ですね、こちらは岩城滝田です。こちらも大内家の家臣です。大内家の乗っ取りを企てておりまして、毒薬を使って次郎左衛門を亡き者にしようと企んでおります。そしてそのまた左隣ですね、朝顔ことみゆきです。京都で出会った宮城阿蘇次郎と恋仲になるのですが、わけあって離れ離れになってしまいます。そして阿蘇次郎を追って流浪するうちに盲目、目が見えなくなってしまいます。そして最後こちらですね、徳右衛門です。島田塾の宿屋の店主です。大変機転が利きまして、おかげで、次郎左衛門が助けられます。以上で主な登場人物の紹介を終わりにしたいと思います。それでは物語のあらすじを簡単ではありますが説明いたします。この物語は五段続きの時代物で、若い男女が皮肉な運命ですれ違うラブストーリーです。ちなみに時代物とは貴族や武士の事件を扱った作品のことを言います。京都で儒学を学んでいる宮城阿蘇次郎は宇治川の蛍狩りに出かけ、そこでみゆきと知り合い、互いに思いを寄せ合うようになります。阿蘇次郎は別れ際に、次に会う時の証にとみゆきに扇にですね、朝顔の歌を書いて渡します。その後二人は偶然に出会いますが、嵐のため離れ離れになってしまいます。みゆきは駒沢次郎左衛門との縁談を勧められていましたが、恋しい阿蘇次郎との約束を破ることはできないと琵琶湖を出てさまよいながら探し続けます。この時みゆきは阿蘇次郎が駒沢次郎左衛門と改名したことを知りませんでした。苦労と悲しみでみゆきは盲目となって島田塾で御瀬で生活しています。ちなみにこの御瀬というのがですね、三味線や琴を弾いて歌いながら各地を渡り歩く盲目の女性のことを言います。そしてたまたま駒沢次郎左衛門が 宿に投入した時に、宿のついたてにみゆきに書いて与えた扇の部分ですかね、扇面が貼られていました。そこでみゆきと再会するのですが、悪巧みをする連れのため名乗ることができず、扇と目薬とたくさんのお金を託して旅立ってしまいます。一方みゆきは何か気にかかって宿に戻ります。そして阿蘇次郎だと分かり、嵐の中後を追います。やっとの思いで大井川にたどり着きますが、大雨で川止めとなり、先に川を渡ってしまった阿蘇次郎とまたすれ違いになってしまいます。そしてみゆきは目の前の恋人にさえ気づくことのできなかった我が身の不幸を嘆くという美しくも悲しい恋の物語です。なお現在では好ましくない言葉遣いがありますが、当時の原文を尊重し原文のまま語らせていただきますことをご了承ください。
いる狩屋の夜のふすまの隙間へのカフェにたたたく灯火女の手地から我が船へ投げ込みしこの奥義しかるに今またこの矢にて思わずもこの張り混ぜああ何者が歌い伝えて図らず東の駒やじに見るも不思議と一人ごとそのおりからの信用まれて長く一旦ある時しもあれふすま押し明け徳右衛門こうしたまねて生きたれば こなたは王妃押し徳氏王天使戦国宛てさてきつい働き前置き何度逃れしも全く措置が志ささこれにこれにはは妙画に余るお言葉いい最善こなった絵前の右何か二人がひそひそ話画展浮かずと忍んで聞けばしびれゆすりを茶に混ぜてあなた様に差し上げるとのああ、くれ、と、さあ、恐ろしい匠。ええ、ええ、戦もいるし、すぐに申し上げるとは存じたれど、それでは、あった、どのような都会人ができようも知れぬと、存じ、ええ、幸い先日、慰めに求めました、笑いですよ。いや、これ、幸いと。しびれ薬と取り替えた知らずに飲んださっきの汁この人とても旦那さんがご依頼ななりませんぞえほうほうその日はそれがしも特に承知いたしたあそれは格別このついたてにある朝顔の商家は何人の主席どういうことから鬼が手に入りしよう
国で敵敵の娘そうなら何やら尋ねる人があるとで親元を家でし、それより方々流浪いたし、果てはとうどう目を泣きつぶし、里の月までは浜松へにその歌を通って袖越え、ところにまた国元からゆかりの女子は訪ねてきて入りましたが、その女子もほどのを許し、それからまた一人越し、この辺までその歌を通って歩きましたが、何が日記内でこそあれ、器量はよし、声はよし、見るほどのものが石がしだい、おさおおさおと言うて、その歌を知らぬものはございません。私もあまりの不倫さに、この宿に足を止めさせ、今では宿や、お客の富、なんとか幸せなものも、あるものでございます、と。涙のためも物語に心にしびし答えを惑う、もし言い交わせし我が妻か、とどろめ胸を押し沈め、それはさてがわれな話、身も不要にはなんとやら物寂しい、物産のためその女を呼び寄せることはなるまいか、いやもう何やさてお安いこと、ただいま呼びに使わしましょう、おなぐさにことかしゃに、何分よきに頼みに行くと、言うは司祭のあるぞとも知らぬのこと言語を言うけど、知らぬのこと言語を言うけど、あとでやれて、イワシを立てた、ノーサーの里が何だおい、やい、おまじゃうじ、さあ、その答えいくつでござる。おう、これはこれも、イワシをくじ。ことのほか、おはねることでござる。くわべるは溶けても、溶けやがる。前田大学の手錠となって、次の間に手を使う。もうすみません。ただいま、朝顔殿が見えました。これ、どうしましょうか、今。何朝だと、そりゃ何者、ああ、いえ、この道中でとてくしゃみをして、旅の途前の慰む御世とみな、拙者も何か物寂しゅうござれば、ちと、ことでも聞こうと存じ、兵士を頼み、呼び寄せましてござる。ええ、いや、そりゃやめみなさい。とは、また、なぜな。されいません。全国二郎がついにたる、萩の流星、同席いかがと言われた日で、個人費用は座敷へは、どうさればいいか。って、赤の知れた、目の見える女、まんざら怪しい。な、そういう、さあ、この持参の安なり、しっぺいがるし、びっくり。ゴンクに詰れと言わずに、さほどご所望ならばともかくも、しかし座敷へはかなわぬ、庭へ呼び出し琴なとしゃみだと聞かしめされ、早くこの場をもう一回されよと、あくまで一物ねじけ者をよらずさおう、わざわざさせずにおなかは心得て、朝顔殿召しまする、朝顔殿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 、
呼び立つで無駄Thank you.
さっさ、証文を待て。証文を待て。ああ、いや、言わしごと。もう許しておやりなさい。最後に薬物あるし、身の者が望むを止めさせちゃるわ。そりゃあ、意地の悪いと申すもの。ああ、いや、そうではござられて、彼も定めて疲れましょうと存じて。ああ、しからば曲はやめにして、こりゃこりゃ女、そちもね、腹からの否認でもあるまい。身の上話も、また一挙、話して聞かせる。そしたら、どうだい、どうだい。はい、はい、よう、どうてくださいます。お言葉にあまり、お話申すも恥ずかしながら、私は中国妻の様子あって都の住まい人とせ宇治の蛍狩りに焦がれ染めたる恋人語ろうまさ夏の夜の短い時に追いたい別れ心尋ねる頼りさえ思うに任せる国の向かいおやおや、いざまわなにわの裏を船でして身を尽くしたる雪多い大地で高橋の
立つるにさをやぐらじと、屋敷を抜けて数々の浮き目を忍び、都路へ登って聞けばその人は、東の旅と聞く、悲しいさ。またも都を迷い、ありがとうございます。さようなればお客様、もうおいとま申します。おう、朝顔とやら、大変であった。初めて聞いた身の話、もしその夫が聞くならば、さぞ満足に思うであろう。どうも、岩城殿。さようさよう。はあ。これはまあ、ご親切なお言葉、ありがとう存じます。と、杖さぐり取り立ちながら、虫が知らすか、なんとやら、耳に残りし、情けの言葉、治り惜しさに、泣く泣くも心は後に去り堀下奥より若旦那、もはやよほど信仰にお呼びそう。ご了承ともに早くお休み。三ヶ社だ。明日が正七つの出立。いざ、駒沢宇治、お休みなさるのか。ほんと、拙者は今しばし用事もござれば、お構いなくとも、まずお先へ。さようなればお先へ伏せろ。どうりゃ。いや、ごめんくだされよ、と立ち上がりしが、胸に一物心を後に置くの。
預けるくらいだ。朝顔が参れば渡してくれる。はいはいはい。おお、これはおびただしいお金。その上結構な女子おり、お薬までも。おお、その薬は大人気、秘宝の目薬。木の枝での年に出生せし、男子の清潔をとって服すれば、いかなる乱病も即座にいい。朝顔に渡してくれあれ。いや、これは、これは、何から何までお心を込められたくだされるもの、参りしたい愛を出し、はい、喜ばしますでございましょう、と。受け取る意思を時計の長つ。ありゃもう七つの受け取と数えるうち庭師の体所属改めたりで
もうそれはそうと朝だろう。今夜の礼儀はそぶわぬくだされも、なんぞ様子のありそなことと。しの先お立ちなされた。しかしまあ喜べ、大枚のお金と奥義またてこらねぬす、我が身にやってくれと、おそれこのようにお預けなされた場合の、これはまあ妙がにはまること、お礼もおさえで残り多いが、もし旦那さん、この奥義に何ぞ書いてはございませぬか。ちょっと見てくださりませ。おう、どれどれ。近時に一時、朝か。おう、梅雨の昼間が書いてある。裏に、南阿蘇寺のこと、駒沢次郎左衛門と書いてあるぞや。宮城阿蘇次郎こと、駒沢次郎左衛門とその奥義、おいの、阿蘇次郎様であったか。もし旦那さん、そのお客はいつお立ちなされたよ。おお、今の先残っちゃう。我が身はまたおなじみか。なじみどころか、年過ぎたずる、年過ぎたまる、おっとでござんすわいな。こういう気心がせく、おっついてたった一言といかんとそれを聞きとどめ、雨も降りだし、この暗いに一人は雨だ、いえ、たとえ死んでもいいと言わせん。おお、それはそうでも目の見えぬ身では雨だ、いえ、話してくださる。これを走たに、かたいし、危ないというに、いえ、離して、おっと、引き抜け、引き抜け。
引き続き大井川の段黒谷工場デザイン討論へ。Oh,
次第石になったる松があった切れてる山の悲しみを比べてわかずならず三千世界を訪ねてこんな因果がまたこよりあるべきかはと黒い影お節を握り夜わっとばかりに泣く雪梅雨の昼間の朝がとても山田の恵みに山さる茂れる朝の物語末の もちろん触れることも初めてだと思いますが、私たちはこの大きいこの白川の人形を、在29名で、練習しながら公演しております。演目の方も今日の朝顔を含めまして、7演目することができますから、また機会がありましたらそういう人形を見ていただければありがたいなと思います。また私たちもね、だいぶ高齢化してきまして、その上、後継者がなかなか入らないで困っております。そういう中、この公演のために、なかなか思うようにいかないんですが一生懸命練習しまして今日もここへ来ております。この何て言うんですか熱意を感じていただければ本当に嬉しいなと思っております。また今日の講演に関しまして、授業団の方々また大学の皆さん本当にお世話になりました。以上をもちまして白赤座の講演を終了したいと思います。どうもいろいろありがとうございました。